情動の科学的解明と教育等への応用に関する調査研究は2006年4月1日に設置された文部科学省の検討会。検討のテーマを、情動の科学的解明と教育等への応用に関する検討会の成果を踏まえ、子供の情動や心の発達等に関して、科学的な解明が必要なものについての研究進行のあり方の検討。 学際的な研究連携のあり方の検討、学齢児童生徒に対するコホート研究のあり方の検討、及び研究と教育等との双方向的、連携システムについての検討等を実施する。と定め、3つの部会に分かれて検討する。2006年4月から2007年3月末まで、毎月1回程度の開催、検討結果の文部科学省への報告を予定している。 以下の1から3までの事項を3つの部会に分かれて検討する。検討会の報告書における研究の一層の進展が期待される事項について目標思考型の研究として検討会の報告書における研究の一層の進展が期待される事項のうち児童生徒の情動等に関する客観的データの必要性に関して検討会の報告書における 今後の課題解決のために必要な方策のうち、教育と研究との双方向的な連携システムの構築のため、ありがとうございます。